ンゼルスは日本時間14日、アナハイムの本拠地でカージナルスに10対5で敗北した。特に7回の1イニングで8失点という中継ぎの崩壊が響き、逆転負けを喫した。この敗戦で、地区再開が確定し、アストロズに対する差も 1.5 ゲームに拡大された。3回まではパリスの敵地だやピラーのツーランホームランで4点を先制し、先発ソリアーノも6回途中まで無失点と回答していたが、7回に崩れた。2番手シンバーガーレなどに本塁打を許し、その後も打ち込まれた。続投したムーア、ガルシアも制止できず、7安打で8点を献上し、試合の流れを完全に失った。8回にピラーが1点を返したものの、9回には無四満塁からの失策が響き、さらに2点を失う。な、リーグ中地区再開で得点力29位のカージナルスから今季最多の10点を奪われ、滅びの足音がより近づいた。連敗が続き、再開脱出は未だ見えない暗雲がエンゼルスを覆っている。エンゼルスクオリティ前回の逆転負けで、今シーズンはアストの借金12、どうすんのこれ。エンタメ性満点のお笑い野球、面白かったわ。全然勝てた試合だったのにな。エンゼルス絶好調やな。先般はムーアとシンバーやね。シンバーはホールドしたって4点リードの3失点はダメやろ。ソリアーノがかわいそうだわ。まあいつものエンゼルスだなと思ったけど。大した補強もなく、各チームのお払い箱になった選手を取ってるだけだもん。勝てるわけがないわ。このペースだと100敗しまっせ。逆に去年までエンゼルスが地区再開にならなかったのは、大谷翔平がいたからってことやな。中途半端な補強しないで逆に打ったらいいのに。すげえ試合、ある意味面白いわ。6回の満塁のピンチをしのいだ時点で、普通のチームなら勝つはずなんやけどね。7回の8失点とか、中継ぎ崩壊しすぎやろ、これじゃ勝てんわ。ソリアーノがあんだけ頑張ったのに、7回で全部台無しやんけ。シンバー、崩れ方がひどすぎる。エンゼルス、せっかく4点先制したのに、こんな逆転負けは辛いわ。